ーンですね、はい、JRV にスクリーンの純正でスクリーンに取り付けをさせていただきました。はい、でですね、ここの穴が一応純正のマニュアルだとね、25ミリっていう結構大きめの穴なんですよ。で、22ミリだとちょうどこのね、ステーっていうんでしょうかね、そのが、まあ、通ってそんなに隙間がないぐらいなんですけど、ただここのやっぱりこう傾斜してるんでね、難しいんですよね。で、22ミリでもなんとか取り付けはできるんですよね、うまいことやってね。ただここがね、浮いちゃうんですよ、ここ気持ちいい。そう、それでやっぱりちょっと、そうすると穴を拡大して これがもういわゆるここに当たらないようにね、穴にもうスムーズに入るように、そこまでやんないとちょっとここなんで、まあ、気持ちいい、やっぱ穴をね、微調整だけ で一回りちょっとここだけ大きくしてみたんですけど、うん、やっぱりでもあんまり開けるとね、この穴が大きくなっちゃうんで、うん、でもここが浮くのと難しいんですよね、これね、ちょっとね、何台かやらせてはいただいてるんですけど、難しい。あの車外のやつの方が簡単、うん、車外のあれ17ミリで開けるようになってるのを18ミリで開けて、それでゴムのこうグロメットを入れるんですよね。で、ある程度こう少しこう余裕があるんで、あっちの方がなんかうまくいく感じがしますけどね。これ純正難しい、うん、ちょっともう初めから穴が開いててくれるとね、そのカバーが付属なんかでもすぐ高くなっちゃうからね、はい、まあ、それで、まあ、ヤマハにもねそういうのありましたけどね、ヤマハはカバーついて、ね、っていうやり方だったじゃないですか。で、私、ちょっと、あ、それでね、あのステッカーをこう、ね、貼っていただいてるんですけど、ね、ありがたい、ね、ありがたい。で、向こう側にも貼った、で、後ろにも貼った、後ろはあの細長いステッカーね、貼っていただいて、ありがとうございます。そしたら、ふと見たら、なんかね、ここにね、なんか、モトベーシックっていうステッカーが貼ってあるんですけど、こんなのあるんですね。いいですね、これね。なんかね、くれないですかね。でね、余計なことでございます。ね、ほら、書いてますよ。あのまず www.motobasic.com ね、これはあのサイトありますよね。で、モーターサイクルインプレッションムービーって書いてますよ、ね、あのいい仕事されてますよね、本当にね、本当にいい仕事。あ、それでそう、唯一こう正当っていうか、もうちゃんとしてる本当バイクのねあれだと私は思っております。私が思ってもしょうがないんですけど、私はそう思っております。はい、まあね、やっぱりあのちゃんとしてるっていうか、はい、非常にね、やっぱりプロフェッショナルっていう感じですよね。いいですか、そんな感じで。面識はないんですけどね、はい、はい、キムコの、統括の方、まあ、お知り合いみたいでね、はい、そうで、なんかこれうちの、本当は角、やっぱり角を丸い方がいいんですよね、こうやってね、剥がれづらいから、まあ、ちゃんと脱脂して貼れば、まあ、剥がれないんですけど、剥がれないんだけど、やっぱりちょっとね、角がちょっと分かってますよね、ちょっと丸く、ね、しかもこのちょっとこのなんとかホログラムみたいな感じでいいですね、これね、いいな。余計なことでございますか、はい、という感じでですね、 KRV、はい、ステッカー、なんかキムコってステッカーを剥がされてますね、 KRV だけっていうね、はい、そんなところでですね、これは何、水だね。あれオイル交換もねさせていただきましたね、はい、であとちょっとベルトの調整をさせていただきました、はい、でこう空回りさせて20回ぐらいやってるで、両脇に1ミリぐらいのね、隙間ができるっていうね、それが一応クリアランス、それが一応規定のあれなんですけど、ちょっと寄ってた回してもなんか寄ったままなんで、で走ったりこう押し歩きしたりとか、そういうやり方、そういうことすると、そういうことって変ですけど、そうするとずれます、多少だこう左右にね、まあ、それはだから正常なんですけど、それが空回しでね、センタースタンドで、ぐる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 って手で、まあ、20回ぐらい回す、でこう20回転、ね、そうすると1ミリぐらいずつのクリアランスができてないと、ちょっと調整した方がいいっていうね、ことのようなんで、はい、ちょっとこちらね、考察調整をだけさせていただきました。はい、という感じでですね、KRV ね、はい、非常に乗ってね、うん、楽しいバイク、ね、そう思いますけどね、はい、今日はちょっと雨がね、あれだったんで、どうかなと思ったんですけど、とりあえず大丈夫そうですね、今のところはね。はい、で、奥様とお二人でね、で、奥様は私の自転車にも貼ってありますって、あ、すいません。
あの元道くんさんのステッカーですか、それともうちのステッカーですか、ね、うちのステッカーですかね、はい、誠にありがたいことでございますね。ここにもこうやって貼っていただいて ね、うん、ね、これね、これ T シャツ買っていただいたんで、であとこれこれね、これ、はい、これあのバイク買っていただいた方に、でこの箱いいですよね。これあのほら SW モテックですよね。 SW モテックのあのそういうケースなんですけど、いいですよこれ。値段も安い、安いっていうか SW モテックのに比べると安いですよね。でもちゃんとしっかりしてるんでね、うん、これはいいケース。これほらずっと他に使い回していきますね、はい、と思いますからね。これあれついてないですね、あの何でしたっけこのね、でこれもいろんなメーカー、やっぱり全部メーカーって変ですけどね、あるみたいで、うん、でそれでよってねちょっと多少あの違う、ここのパイプがこういう平べったいんじゃなくて丸いパイプだとか、あとこう微妙にねこう 色もこうほらこれ黒ってこっちシルバーじゃないですかね、そういうのとかね、いろんなバージョンがあるみたいで、うん、それもまた面白い。 本物にやっぱり忠実すいません失礼しました。うちにもあります。